人情一様北王子魯山人ある日友人の紹介で人が来た客は私を捕まえて早速質問を発した「先生料理の根本義についてお聞かせください」そこで私は原価かに答えた「食うために作ることだ」客は物足りぬ顔をしながらまた聞いた 食うために作ることですか、先生。そんなら何のために食うのですか。そりゃ生きるためにだ。何のために生きるのですか死ぬためにだ。まるで先生、全問答のようですね。私は笑いながら言った。君が難しいことを聞くからだ。料理の根本義について、何ぞ言い出すからだよ。もっと当たり前の言葉で聞けばいいではないか。 難しい言葉を使わぬと本当のことや立派なことが聞けないと思うていると見えるね。客は慌てて言った。あい,いえ、決して。では、当たり前の言葉で伺ったら、先生は本当のことを教えてくださいますかうん。当たり前の言葉で聞いたら当たり前のことを言ってやるよ。客はここでもまた慌てて言った。 当たり前のことならが一番本当のことだよ。君は本当のものを見ないから見間違うのだ。耳は本当のことを聞きたがらない。舌は本当の味を一つも知らないからごまかされるのだ。手は当たり前のことをしないから包丁で怪我をするのだ。分かったようでわかりません。 そうだなかなか当たり前のことは分かりにくいものだいや分かろうとしないのだよ <laughs> いろいろ聞きたければ私が近々本を出すからそれを読んでくれるといいそれには当たり前のことしか書いてないが多分君の聞きたいことがみんな書いてあると思うよそうですかぜひ読ませていただきます 客は帰り際に何か書いてくれと言った。玄関へ書けるのだという。そこで私は、早速客の言うとおりに、色紙を取り上げ、筆を持った。玄関へ書けるのですから。客は念を押して頼んだ。そこで私は、玄関と書いて渡した。先生、玄関と書いてくださったのですかそうだ。客は まだ何か言いたそうであったが何も言わずに帰っていった。玄関であっても玄関でないような玄関もある。さっきの客も入り口だか便所だか靴脱ぎだか物置だか分からぬような玄関を作ったのかもしれない。そうでなかったらあんなこまねいた質問をするはずがない。さっきの客もまたその客を訪ねてゆく客も間違わぬようにと思って私は親切に玄関と書いてあげた。 樹木でも日陰に植えて育つものを日向に植えたり、砂地を好む木を赤土に植えたりしてはかわいそうである。それと同じように、料理も焼けば一番美味しいものを煮てみたり、刺身にすればいい持ち味のものを焼いたりしてはいないだろうか。私は先ほど客に食うために作ることだと返事をしたが、食うためにということは馬や牛が食うためではないはずだ。 手の込み入ったものほどいい料理だと思ってはいないか高価なものほど上等だと思っていないか私の言いたいことはたくさんある。私の話すことはそれこそほんの料理の玄関に過ぎないのかもしれない。だが諸君、先生をおとなうなら堂々と玄関より訪れたまえ。そして無事に玄関を通してもらえたら、すなわち諸君の足で廊下を通って主人に会うて、 諸君自身の口で喋りたまえ私のこの本はたとえ玄関より書きえなくとも玄関をどうぞお上がりくださいと称じ上げられたら諸君は諸君の目で見耳で聞き舌で味わいたまえそして諸君の一時的なアプレゲール的でない頭で考えて十分に楽しい生活をしてくだされば私の喜びはこれに過ぎるものはない。